どうも、まなちです。このチャンネルは車に関する、特に研磨に関する情報をアップするチャンネルとなっております。こちら、千葉県千葉市花見川区にございます。作業をしております内容をお伝えしようと思います。どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。さて、今回の車ですけども、すでに映っております。マツダの MX30 というですね、珍しいお車ですよね。私初めて見ました。はい。新車から約2ヶ月ほど経った状態です。わざとほとんど洗わないでくださいということでお持ち込みいただきました。まあその方が映えるというわけじゃないんですけども、まあどこにね、汚れが溜まりやすいか、走り方や、まあ、駐車環境に応じてね、汚れ度合いというのは違いますので、それを見たいので、わざとあまり洗車はしないでお持ち込みくださいと当店では言っております。はい、水回りから行っていきます。ちょっとこちら、今回省いております。なぜかというと、いつもですね、まあ前回りの研磨をね、中心にお伝えしておりますが、今回はまあいろんな場所、いろんなパーツ、たくさんちゃんと磨いているんですよ、ということをお伝えしたくてですね、まあそれに非常に良い材料といいますか、お車であったものですから、そちらご覧いただけたらと思います。ほんと不思議なお車ですよね。前から見ると普通の CX っぽく見えて、横っ面、後でこれわかるんですけど、観音開きなんですよ。RX みたいな。で、樹脂の部分が広くて。うん。で、ルーフの部分も色が違くて。で、中がレザーでかっこよくて。みたいな。なんか、限定でなんかちょっと詳しくわからないんですけども、とにかくね、おしゃれなお車だったんですね。ほら、前回りもこのように凹凸がはっきりと出ているんですよね。いや、ほんと、まだまだね、知らない車、初めて触る車ってのがたくさんあるんだなぁと。ほんと、いろんな車をね、触ってみたいです。研磨したいですね。こういったお仕事をしてますと。はい。まあ、水回り、このようにヒンジだったり、エンジン回りもしっかりと、中、洗浄いたします。どうしても樹脂とかね、ヒンジ回りのコーティングもしますので、洗浄はしっかりしとかないとね、ノリが悪くなるものですから。このように、スポンジを使って、細かいところの細部処理、スケール除去というのもしていきます。はい、そしてガレージの中に入れました。これですね、お客様が1ヶ月、2ヶ月乗られてる間に雪が降りまして、で、この千葉ではですね、まあ、あまり降らないんですよ。年にあって1回、2回。ほとんど毎年降らない状態なんですけど、積もることなんか稀なんですけど、たまたま積もりまして、それでおそらく雪がこう滑って傷になってしまったのかなという状態。まあ、この辺のピアノブラックはね、もう元より線傷入ってしまっています。ここはもう新車あるあるではありますよね。はい、そしてこのようにテールも出っ張ってるんですよ。かなり造形がはっきりしております。やはりこの辺も傷が入ってますね。そしてこのワイパーの下の部分も、おそらく磨いたのか、ちょっとやたら傷が荒く入っているポイントでしたね。これもね、やっぱりすっぴんにしてみて洗ってみるとわかる。そしてこのように環境の分かりやすいところに置くとね、あ、こんな感じなんだなということはね、分かると思います。はい、ここもピアノブラックですね。少しくすんでおりますよね。はい、マッチングになります。まあ、マツダさん、俗に言う塗装が硬くて、薄くて、傷が抜きづらいと言います。まあ、塗装のね、やり方にもよってくるんですけども、そういった場合は、まずは初期研磨で、ある程度粗い組み合わせで行ってまいります。実は当店ですね、このマツダの入庫が意外と多くてですね、動画もたくさん撮っているんですけども、入庫ベスト3で言うと、1位がシビックタイプ R とか ZR-V ですかね。そして2位、3位で CX の、まあ、30だったり、60だったりっていうことで、やっぱ動画に出すとね、皆さんやってもらいたいということで、非常に多く問い合わせいただいてありがたい限りなんですけどね。はい。このように、線傷細かいとこが少し薄くなったかなと、まだたくさんあるなというのが見えてわかると思います。これおそらく外ではわからないと思いますね。よほどこう光がパッと当たって、スポットで当たらないと、あ、さっさっとなんか線傷入ってるんだなっていうのが、ギリギリわかるかわかんないか程度なんですね。はい。そして少しマッチング変えました。やっぱりですね、マツダの塗装ですので、もう効率よく、そしてそこまで、塗装、ボディにダメージを与えないようにということでは、オービットの少し高いもの。これは、ウルトさんのダブルアクションポリッシャーですけども、オービットが21のマナウールに BLT の B ですね。この辺 BLT の A じゃないんだなと思われる方いるかもしれませんが、
コンパウンド自体の粘土ですね、このネトネトしている粘土ですね、が、まあ、熱で、ある程度こう気化してしまって粉になるわけなんですけど、その研磨のタイミングと粉になってしまうタイミング、まあ、これ個人差あると思いますけど、を鑑みて、A ではなくて B ですね、の番手で、で、オービット高いものと、高い研磨力のあるマナウールを使って取れればいいかなというマッチングになっております。これが欧州車とかですね、ベンツ、BM とか、だったら塗装膜圧もありますのでね、粗いコンパウンドとこのマナウール、強めの組み合わせということも可能なんですけども、ね、塗装膜圧がどうしても薄いと先ほど申し上げたようにありますので、最小限に塗装膜圧を削って、で、少しでもコーティングの定着が良くなればなというようなマッチングを取っております。ね、このマナウール、おかげさまで好評に好評いただきまして、特にね、業者様の方にはね、かなりいいお声いただきました。うん、長持ちするし、よく切れるしな、ということで、僕がまあ求めていた、もともとね、業販というお仕事を15年ぐらいやってましたので、その中で少しでもコスパのいいもの、そして効率よく上がるもので、このようにショップの中で使うにあたっても、ゴリゴリ行くとき、欧州車使うとき、ということで、万能にね、使えるウールというのを作りたいなと思って、なんとかできたウールでしたので、もしまだ使ってない方いらっしゃったら、ぜひ使っていただきたいです。はい、画面変わってます。こちらは1インチのポリシャーですね。SPTA というブランドのものですけど、にウールバフをつけまして、このようにちょうどバフのサイズとパネル、プレスラインのところがね、うまく合うとそれ一つでいけたりもしますよね。もちろんこの辺になるとマスキング必要になりますので、そしてスポンジで同じように磨いていきます。このね、ポリッシャーは重宝してますね。中国産だと思うんですけど、本来であればね、ルペスもナノポリッシャーというのがありますので、そちらなんですけど、これが壊れたら買おうかなと思ってたんですよ。だから全然壊れなくてですね、もう2年近く使ってるんじゃないですか。バッテリーの消耗はちょっと早くなってしまいましたけども、壊れることなく元気に動いてます。はい、そして横っ面ですね。基本的にボンネットでマッチングを取って問題なければ、サイドも同じように行っていくんですけども、上面よりは少しソフトに当ててる感じですね。線傷も余程じゃない限りは上面の方がやっぱりついてますので、それよりはダメージが少ないということもあるので、ちょっとコンパウンドを少なめにしたりとかですね、少しポリッシャーを変えたりとかということなんですけど、今ね、この横っ面見ていただいて、オービト21の先ほどのウルトのポリッシャーですけども、やっぱりね、上と違って少しブレが生じます、本体に。はい。このね、あんまりブレが大きいとですね、ちょっとマッチング違うんじゃないかなーって思った方がいいですね。私の場合はですけど、こうすんなりいかないとき、いつもとこう、フィットが違うときっていうんですかね。そういうときは少し変えたりしますね。はい、ここで、磨いてる場所と磨いてない場所わかると思います。このようなちょっとした線傷を消した作業ですよね。はい。どうしてもね、パールが強いので、ぼやけた感じに映ってしまうんで申し訳ないんですけども、これね、黄色く光ってるものと白みがかった二つのライトを打ち使っております。そしてドアの上部の方ですけども、こちらはシャインメイトのコードレスポリッシャーを使ってますね。これ3インチなんですけども、アタッチメントで2インチ1インチにもなるんですけども、かなりパワーがありますよね。トルクがある。うん。で、しっかり回ってくれるので、これは最近また使ってますね。僕もね、ポリッシャーを何種類も持ってて、これ全部使ってるのって聞かれるんですけど、やっぱりスタメンレギュラーは一部なんですよ。で、たまに、他人の SNS とか見て、あ、動画とか見て、あれ使ってる、そういえばあれあったなぁと、ちょっと使ってみようと思って使ってまたハマり始めるんですよね。本当はこれ良くないと思います。やっぱり何種類か自分でこれって決めつけたものでしっかりとね、それを使い続けた方がいいんですけども、ついつい私の悪い癖がね、こういうちょっと出てますよね。はい。で、これは3インチのマディテイリングさんのシルケンフィニッシュパッド。もうこれはもうね、もうモアベターというか、マストなアイテムですね。うん。このスポンジバフ1枚あれば何でもできるんじゃないかっていうぐらい絶対の安心感のあるバフでございます。スリットが入っていることによって、しっかりとパワーを伝えるといいますか、研磨力も上がりますし、かといって、熱がこもりすぎることもないので、少し粗めのコンパウンドというか、先ほど言った粘土のね、あるコンパウンドでも意外と使えるのかなと僕は思ってますね。はい。そしてピラーの部分ですね。こちらも同じようにそのまま同じポリッシャーで研磨しております。こう見るとね、改めて、やっぱたくさんいろいろ磨いてるなと思いますよね。
実際これ一部切り取りでね、スポンジだったりウールだったりを使ってるんですけど、これはちゃんとした工程で言うと、やっぱり最初の1日目に水回りやって、初期研磨やって、まあ細部処理とかもありますけどね、それで一旦終わるわけですよね。で、2日目に2周目だったり、3周目かかるようであれば、途中でシングル入れたり、サンディング入れたりっていうこともあるんですけど、まあそれは時間かかるよなと思います。我ながら。はい。当店の場合、特にコーティングの硬化時間に重きを置いているというか、シビアに見ておりますので、必ず塗った後は1日以上、一晩以上置きますし、トップコート、あと排水のチェックですね、もするので、やっぱり4日5日はね、フルで入った場合はかかってしまうんですよね。うん。だそこを考えて、お客様にはね、台車をお貸ししたりとかしておりますけども、日々スタッフともども頑張っております。はい、こちら、テールですね。ほら、くぼんでたり出っ張ったりすごいんですよ。この場合はですね、1インチのポリッシャーに大きめの2インチのバフとか3インチのバフをつけて、で、この余剰で当たっても大丈夫な部分を計算しながら磨いております。ちなみにこれはアンサーさんのメロンバフって言ったかなのものですね。こうデコボコしているので、こういった形状の時には使いやすいからと。あんまり平面に使うと少しチリ目が僕の場合入ってしまうので、ちょっとこう場所場所に応じてね、何種類もバフの方を使い分けております。すいません、これ全然 MX のね、この車のお話をしてないですね。あんまり、相変わらず僕のチャンネルはケンマーのことばっかりしか言わないので、車のレビューというのがちょっと苦手ではあるんですけど、やっぱり珍しい、うちに来たお客様が、やっぱり、この車何みたいな。ん ?5? 3? みたいな。30なんみたいなこと言われてるんですけど、いや、MX30 っていう車で、こうこうこうで、中がかっこよくてね、観音開きなんですよ、なんて話して、エンジン開けて、ああ、こんな感じなんだ、とか、うん、珍しいんですよね。まあ、珍しいという以外の言葉がなくて申し訳ないです。この語彙力勉強しなければいけないですね。はい、リアゲートの部分ですが、ここも傷が多かった部分に関しては、やはり、オービット21のダブルアクションポリッシャーで攻めております。多少ですね、強引に行くところと回転数を少し弱めて、様子を見るところに分かれます。わざとこれコンパウンド残している状態で吹き上げてみますね。意外と面白いんですよ。あ、抜けてるなぁと。はい。この辺もテクニックの一つになります。すべてね、毎回磨き切ることがすべてではなかったりもするので、オールインワン的なコンパウンドを使ったりとか、そういう時もそうですよね。どこまで追っていくかっていうのは、感覚によるので説明しにくいんですけどもね。はい。はい、そしてこれもルーフも、これがブラックなんですよ、ルーフのところがね。なので、ここも少し慎重にスポンジバフで当てておりました。そして、コーティングの塗り込みですけども、今回は神風コレクションさんのみやびコートをしております。まあ、お客様との毎回のご相談なんですけども、すごく洗車が好きですよというパターンの方もいらっしゃれば、まあ、できるだけコーティングをすることによって洗車を楽にしていきたいとか、保管環境に応じて傷がつきにくいものにしていきたいとか、いろんな要望がありますので、それに伴ってアドバイスをさせていただいてます。はい。で、この後、ワックスも塗布しております。こちらも神風コレクションさんの雷神というワックスになります。天然カルナバロー配合度撥水のワックスになりますが、ツヤもいいですし、なんせ施工性がいいのでね。はい、こちらですよ。観音開きなってるんですね。こちらはね、ロータリーのタイプじゃないんですけども、ロータリーエンジンを積んでるモデルもあるということで、なかなか松田さんはね、チャレンジ精神が旺盛ですよね。ほんとね、ワックスの場合はこのように動画に収めておくと、まあ、塗る前、塗った時、吹き上げでね、かなり表情が変わって見えますので、おすすめですよ。皆さん時間があるようであればね、ぜひ動画を撮って眺めてみてはと思います。はい、フロントグリル周りですね。こちら吹き付けで対応しております。そして樹脂ですね。タイヤハウス内もしっかりとコーティング塗っております。この辺も綺麗に揃っております。ほら、中見えました?はい、あんな感じなんです。もっと中映しとけばよかったですね。ごめんなさい。この樹脂がね、開けたところにも、下のステップのところにもね、ありますので、その辺もしっかりと全部塗布しております。そしてヒンジと言われる部分も、少し滑る系のコーティング塗布しております。はい、テールも綺麗になりました。 MX30 でございます。はい、完成です。やはり最初と違ってですね、磨き上げてコーティングを塗って、さらにワックス塗ると、もうね、色味が変わったぐらい、綺麗な色味が出てくるんですよね。そしてパールも出てきます。本来の深みも出てきますよね。パールの強みがね、出てくるのでね、また最初と違った印象を見受けられるんじゃないでしょうか。はい、このように映り込みもいいですよね。ということで、本日はマツダの MX30 のお車お伝えいたしました。
この動画が良かったなと思いましたら、高評価、コメントもお待ちしております。最後までお付き合いありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。